59歳になりました。しかも59歳の誕生日にこうして皆さんの前でコンサートができるとはデビューした時から考えると夢にまでは思ってませんでした。歌手の近藤真彦さんが59歳となる7月19日にバースデイライブを開催。自身のヒット曲を圧倒的なパフォーマンスで次々と披露しました。歌手の近藤真彦さんが59歳となる7月19日にバースデイライブを開催。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。